今日の一問一答ですね。保険医療サービス分野。介護老人保健施設という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。介護老人保健施設は在宅復帰を目指す施設であるため、見取りは行わない。介護老人保健施設は在宅復帰を目指す施設であるため、見取りは行わない。というふうにありますが、これは誤りになります。 老犬というのは在宅復帰を目指す施設でもありますが見取りを行う施設でもあるわけですね。まあ、施設入所者さんというのはいろんな方がいらっしゃいますので、まあ、見取りを行うと終末期をそこで迎える方もいらっしゃいますから、まあ、見取りというのは行うの行わけですねそれから在宅生活支援施設でもありますから、まあ、居宅で療養生活を送っていらっしゃるですね、えー、方というのもこれは支援対象というふうになっておりますのでやっぱりそこでもですね 見取りとととといいうのを行ううの行ここはあるということですよね。ですのでこれは誤りということになります。で老犬というのはいろんなサービスを提供しているわけですね。まあ、施設に入所している方に対して看護であるとか医学的管理課における介護であるとかそれから日常生活上の世話ですねというものを提供するというような、まあ、その施設の包括ケアですね包括サービスというものを提供していたりもしますし。 それからら在宅生活を送ってらっててししゃる方に対してですね訪問リハビリテーションというものを提供したりとかあるいはそういった方々が通ってきた時にですね通いでリハビリを提供するという通常リハビリテーションというサービスを提供していたりとかあるいは短期入所療養介護というですね医療的ケアの充実しているショートステイを提供したりとかですね、まあ、いろんな幅広い利用者さんに対して この療養生活を支援するという観点からですね、サービスを提供しているという、まあ、そういうような施設になるわけですね。まあ、見て見取りというものも、まあ、その提供サービスの一環としてですね、えー、やっておりますので、これは誤りということになります。ということで、今日の問題ですが、介護老人保健施設は在宅復帰を目指す施設であるため、見取りは行わないというふうにありますが、これは誤りということになります。今日の1問1答の解説は以上です。